します。タクシーが迎えに来るって聞いてたんですけど、なんとトゥクトゥクでした。めちゃくちゃ興奮してます今。ラオスで初めて乗るトゥクトゥク。これで飛行場まで連れてってくれます。空港までか。すごい風。風を感じますね、トゥクトゥクは。はい、ルアンパバーン国際空港にいます。なんかすごいですね、この建物。もうここでしか見れないだろうっていう感じのエアポートですよね。こういうのいいですよね。なんか日本のエアポートってもう近代的というか、その国っぽさっていうのは正直ないけど、こういうラオスっぽさを前面に押し出したデザインの空港ってめちゃくちゃいいですよね。いいっすわ、かっこいい。はい、ルアンパバーン国際空港に着きました。いやー、よかったね。ちょっと自然を感じますね。はい、ここか。ここでチケッティングすればいいんですね。ビエンジャン、ビエンジャン、キウイ、キウイ、what? Seven forty. Here, right? No. I need QE. 112. I don't know. Here. You can check. はい。来た時と同じ感じでここでチェックインします。First time where?First time to check in here? You mean? Yes, yes. はい。よいしょ。よいしょ。ルアンパバーン空港の国内線のお土産屋さん、めちゃくちゃ充実してますね。ビエンジャンのより充実してる。やっぱりなんか、その観光っていう面では、人を楽しませるっていう面では、空港も市場も観光場所もルアンパバーンの方が発達してますね。これ楽しい、すごいし。はい、ラオエアラインで行きます。どっち which this right maybe さあ、これでビエンジャンへと向かいます。今から人が多い、人が多いね。しゃ、楽しみですね。いよいよ離陸です。うわ、すっごい音、すっごい回ってんな。さよなら、さよなら、ルアンパバーン。無事ラオス着きました。ラオスちゃうわ、ビエンジャンは。ビエンジャンに着きましたね。いやー、このビエンジャン空港のこの感じもいいですよね。 I like this design. ラオスタールビルディングデザイン、 right? In Japan, any airport has a same design, not like Japanese style building design.I think it's better. This one is better.
Everyone think, oh, this is Laos. Everyone know, oh, this is Laos. Everyone can be excited. Oh, good.中ですが、途中でショッピングモールに寄ります。結構でかいですね。ビッグビューモールという名前のショッピングモールです。Not eat, right? You cannot eat, right? This for what? When? When you... すごい、ここたくさん日本のものがたくさんあります。え Eat what? What we will eat? Show you, do you have?I want to show you for my father. I want to show you too. すごい、もうなんか日本のもの何でもあるわ、ここ。すごいね。あんまりそんなにめちゃくちゃ高いわけじゃないですよ、しかも。はあ、すごい。You want this? You have a chance to eat? No. No, right?なんかここのスーパー見てるだけで楽しいですね。何でもあるんですよ。あ、アメリカのものとかも日本のものオンリーじゃないんですね。コリア、はあ、すごい。オールオーバーザワールドイングレディエンス。え、何、What's え、はあ、豆腐がこんな感じで、すごいっすね、これ。水がふわって流れてる。はぁ、この、why did you buy two? For my father. Only one is okay, right? No, no, he always eat salmon. Sashimi. はい。For my father. Yeah, yeah. Yeah. Sake?焼酎。焼酎は。税道幅先。ああ、すごいね。ここすごい楽しいですね。楽しい。すごい。肉とかもめちゃくちゃありますよ。ああ、ここすごいな。あ。酒っすよ。酒ちゃうわ。寿司 with 寿司&おむすび、おにぎりはぁ、ファイナリー。うん、which is better? 寿司 or おにぎり？寿司、I think. That's expensive. No, 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 no. 400 yen. Not 400 yen. No. 500?No. 700. Really? どうしようかな。これ悩みますね。はい、ラオスでお寿司を食べます。5万キープしましたね。あれな、650円ぐらい ?650 円でこれだけもらえるなんて結構いいんじゃないですかね。さっきおにぎり食ったんですけど、まあ当たり前ですけど、ちょっと冷凍されてたんで結構米が硬かったっていう。そう考えたらすごいですね、日本って冷凍してるけどそんな米硬くないですもんね。なんでなんだろうって感じしますけど、よくわかんないですね。あそこにも技術があるんでしょうね、ああいう細かいところにも。しゃ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 、よし。醤油があります。醤油、ソイソース、わさび油。わさび油、はい。 Do you need わさび？はい。 Why don't you need? You don't need? I need. I can put. Oh, can I do it like this? No. Can I put here? Why they don't give you the hashi? Usually they give?
Yeah, usually they give. ないうん、まあいいか。はい。はい、今田舎を走ってます。田舎です。もうこれぞ、こんな感じだって僕が思ってた通りの。なんか、景色です。すごい。What? This mountain's name?But it's called Human's Head Mountain、ちょうどこの辺りが今サバナゲートまでの折り返し地点らしいですね。あと6時間くらいかかるかもしれない。4時間って言ってますけど、コマは4時間って言ってますけど、あと6時間くらいかかるかもしれないです。タバコの原材料作ってる畑みたいです。サバナキルトまであと少なくとも5時間。バッファローの群れに遭遇しました。バッファローの群れに。ああ、They pass to John's pass. See you. なんかユニテルのチャージを買うように言われました。ここ？え？ここ？パッテンガン、ユニテン。うん。あ、コプチャイ。ああ、無事にお使いできました。無事にお使いできました。あ、ほんまや、ユニテルって書いてるわ、ここに。はい。ついにサバナゲートに着きました。We finally arrived. More 40 kilometers around. Yeah, 40 kilometers. To your house. Great. うわ、この歌何やったかな、忘れてもうた。 Do you remember that, this song's name?ベララレ僕のもとへ。まさかラオスでこの歌を聴くとは。さっきなんかガツンってすごい段差のところを走って、車がガツンって言ったんでチェックしてます。ちょっとわかる。 Do you know? Do you understand? うん、すごいわかる。大丈夫、大丈夫これ。 What? What are you doing? Cool.クールタント、ああ、冷却、冷却庫。Why you know so? すごい。かっこいい。かっこいい。うん。あ、フィニッシュ。あ、こうやってメインテインしてるわけですね。すごい、ニコンの工場がサバネゲートにあります。うわー、すごい、ニコンや。ニコンですわ、ニコン。サバネゲート、シグネチャー。これがサバネゲートの象徴の。 What is the name of this? This name? Statue? サバネゲートの象徴の建物だそうです。 Why is there a dinosaur?ダイナソー。ここで恐竜が発掘された。はい、サバナゲートのメインロード、うん、行きました。 But that place is main road, right? Here? Here, main road. Here? We passed here? No、うん、あーすごい、なんかいろんな店がありますね。ファーウェイとか携帯屋とか服屋とか。ああ、こんな感じでディスプレッシャーですね。When here close, it's already 8, right? It's open until what time?
僕はちょっと結構遅くまで営業してんすね。すげえ。はい、左ハンドルのマツダ2を使ってます。これ多分デミオなのかな、日本語名は。タイ語っすね。ラオスで売られているやつはタイ語表記みたいですね。ここなんか、ここばっかりすれば分かんないな、これ。はあ、こんな感じになってんだな。なるほどなるほど、 OK。 なるほど、すごいな、この車を包み込むような音がすごいですよ。